河野規制改革担当大臣は、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、原則自治体での接種になるとの考えを示しました。今、そこについてもあの検討を進めてますが、まあ、原則自治体でということになるのかなと思っております。3回目のワクチン接種について、政府は2回目の完了から8ヶ月以降を目安に実施するとしていて。 医療従事者者はは今年年12 1月月かから、ら高齢者は来年1月から行う方針です。これについて河野大臣は原則、自治体で接種することになると思う、自治体と相談しながら検討していると述べ今後は職場でのワクチン接種は行わず自治体での集団接種やかかりつけ医による接種を念頭に進める考えを示しました。